민민짱이 프레젠터가 안 온다! 私たちから逆ドッキリをしたいと思います。でもつけるのはちょっと嫌です。でもやだ。やだ。マジ？マジ。本当にでもちょっとしつこかったです。Hey 新宿パートゥラビエナムクデイ。というわけで今回はですね商品紹介動画となっております。今回紹介する商品はこちらでございます。ドーン、日用株式会社のトーマアクセサリーでございます。パフ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 、こちらを今日は紹介していきますけども、普通に紹介するだけやったら面白くないので、商品紹介終わりましたら日本人の可愛い友達にいきなりこのトーマアクセサリープレゼントしたらどんな反応するのか検証というのをやっていきたいと思います。ほんでこれプレゼントしていい感じやったらもうそのまま告白してやろうかなって思ってます。告白して彼女にしてやろうかなって思ってます。ほな商品見ていきましょう。開封していきます。シャキーン、かなり上質なケースに入っておりますね。そして商品がこちらでございます。オープン、パー、見えますでしょうか。ちょっとアップで撮りましょうか。カメラ行くよ、カメラ、カメラ行くよ。うん、ナイス。これ裏にね、これ見えます、磁石あるんですよ、丸のちょんちょんのやつ。これ肩こりを和らげてリラックス効果があるみたいです。まあ後で詳しく説明しますね。なかなか高級感あふれた商品でございます。ほなちょっとつけてみましょう。これ実はこの前の神戸のイベントの時にも実はつけてたんですよ。これ僕ね、こういうギラギラのやつね、あんまつけたことなかったんですけど、つけてみたらこれちょっとハマりそうですね。 OK、 それでは商品紹介の方詳しくしていきたいと思います。これをちょっと伝えてくれと頼まれてるやつ、ちょっと長くて僕覚えきれないので、ちょっと資料読ませていただきます。それでは行きましょう。商品について、トーマアクセサリー商品本体1本入っております。そして取扱説明書入っております。そしてこちらですね、保証カードが入ってます。このトーマアクセサリーは日用株式会社のオリジナル商品で、当社は総販売元でございます。先ほど磁石のことちょっとお伝えしましたけども、管理医療機器の認証を受けている商品です。永久磁石の磁力で装着部分のコリを和らげ、血行改善し、疲れた体をリラックスさせます。効果には個人差がございます。血圧改善や病気を治すものではございません。ゲルマニウムチップと純度の高い三菱ゲルマニウムとマグネット使用。ゲルマニウムは、ちょっと難しすぎるので説明欄に書いておきます。そして取扱説明書サッシュタイプにリニューアルしました。国内独自の高級紙と最先端の技術を駆使し、コピー防止に努めます。またベトナム語をはじめとした計5カ国の表記となっております。ベトナム語でございます。ちょっといろいろ説明書いておりますが、日本語もありますので、まあそんな感じでございます。詳しくは URL 貼っておきますね。 URL から買い物をした方には特別クーポン割引があるみたいでございます。割引はいくらですか、ちょっとわからないです。書いておきます。ダン、あ、クーポンコードがあるみたいですね。説明欄と動画の方ここら辺出しておきましょうか。これで買ったら割引になるみたいですね。詳しくは問い合わせの URL でお願いします。僕に聞くよりも絶対問い合わせで聞いてもらった方がいいと思います。下に、URL 書いておくんで問い合わせお願いします。その他僕トーマのこれどれにしますか言われて選んでたら、まあいろんな手につけるやつやったりとか、なんやいろいろ、この首のやつもいろんな種類、細いのとかもあったりしましたんで、ぜひ皆さんいろいろチェックしてみてください。あなたに合ったアクセサリーがきっとあるはずでございます。じゃあそれでは間もなく友達来るんで、君にプレゼントがあるんだ。受け取ってくれよ。I love you。っていうのをちょっとやってみたいと思います。さあ、どんな結果になるのでしょうか。それでは友達待ちます。チャンネル登録、いいね、コメント、よろしくお願いいたします。ベトナム君からアクセ
セサリーの案件でお呼び出しをされてて、ミミを連れてきてって言われて今連れてきました。はい。でミミにいきなりアクセサリーをプレゼントするっていうドッキリをするって言われてるんですけど、今回は私たちから逆ドッキリをしたいと思います。イエーイ。逆ドッキリの内容は、はい、まあ、ミンミンにプレゼントするっていうそのドッキリがあって、うんうん、ミンミンに全力で拒否してもらう私が全力で拒否るとそうで案件だから、うん、もうめっちゃ焦ると思うから、うん、確かにちょっと反応見たいなって思います。はい、はい。でもアクセサリー自体はもうめっちゃいいやつで、もう見せてもらっ、うん、さっき見せてもらったけど、うん、あ、そうなんや。めっちゃいいやつで、うん、あのみんなに勘違いしてほしくない。確かにね、商品が悪いわけではなくて、悪いのはベトナム。これ案件やからベトナム食うほんまにやばいかもしれんの。確かにやばいかな。やばいかな。やばいかな。まあまあまあ、まあ、大丈夫。いっかいっか、いっちゃおう。大丈夫。 OK、 じゃあレッツゴー。みんみんちゃん。はい、みんみんちゃん。何でしょう。みんみんちゃん。みんみんちゃん。はい。あのですね。あのですね。かたこちゃん、言っていいですか。あ、言っていいですよ。言っていいですか。何。あのですね。何。ちょっと今日、はい、みんみんちゃんが俺の YouTube 初めて来てくれるっていうことで、うん、せっかく来てくれるから、うん、みんみんちゃんにプレゼントがあるの。やばい。キモ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 いけど、じゃーん。すごいやろ。すごい。プレゼントしたいなと思って今日これ持ってきて。すごい。すごいやろ。うん。これは喜ぶわ思って、これ見て。あ、でもつけるのはいいかもしれないです。私は。そうやろ。いや、あ、大丈夫です。つけるのは。どういうこと？いいわって、いいわ。あ、大丈夫です。はい。つけなくて。なんで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 、え、なんでやねん。ベトナム君からのプレゼントってことですよね。うん。ちょっとそれは嬉しいやん。いや、プレゼントは大丈夫です。ほら、ちゃんとまっすぐなったわいや、つけるのは大丈夫です。じゃあ一回つけさせて。いや、つけるのは本当に大丈夫です。なんでつけるの。ベトナム君つけたらどうですか。いや、俺もうこれ家で何回もつけてこの前もらえる。何回もつけたんですね。じゃあ俺一回つけるな。閉めてんな。あ、めっちゃ似合ってますね。でもええやろこれ。よくね。めっちゃいいです、うん、これよくね。めっちゃ似合ってます。これ、あ、わかった。ミミ、ベトナム君が一回つけたやつを私つけたいなって思ったんじゃないの。いや、もっと嫌になったな。もっと嫌ですね。今は目の前でつけられたから絶対ミンミン喜ぶわ言って俺かなこに言ってて。なるほどなるほど。あー、なるほどね。これ写真パーッ撮って、うんうん、あ、写真ね、いただきました。つけ動画送ったって、見てくれ、うん、ミンミン喜ぶわ言って。いやー、でもつけるのはちょっと嫌です。ベトナム君からのプレゼントが超嫌ってことそう、そう。嘘。なんで嫌い。え、なんか嫌いとかではない。でも、やだ。てか、こんな、一回カメラ止めません。本当に一回止めません。一回止めない。一回なんかやってる。やってないですよ、やってない、やってない。ミミ、ほぼガチ。こんな目見たことない。もう見たことない、ほとんど見たことない。え、普通に喜んでも、え、喜ぶやろ、ほんとに。いや、喜んで、え、みんなはっきりみたいな。ガチで嫌みたいです。ガチで嫌です。ガチ、はい。何、うん、一回止め、一回止めましょう。一回止めた方がいいと思います。マジで。はい。ちょっと入れてきますね。いいね。ほんまにマジ本当に。でもちょっとしつこかったです。いや、嫌がるとは。え、割とマジ。はい、割とマジで言う。出てー出たやだ、めっちゃ嫌な女出たミンミンにちょっと嫌な女を演じてもらいました。割とうまいドッキリでした。やろうな今日なんか、いや、最初むっちゃ嫌がったから、うん、これ絶対なんかやってるやろみたいな、
超おったけど、割と顔マジでやってました。余裕かな。やっぱりよかったえ、つけたいですそれ。やった、ほら、あ、じゃあ、じゃあつけさせてもらっていいですか。やった、外しますね、これミンミンはいい子です。いや、俺ちょっとほんまよかったわ。俺これ今日案件なんですよ、これ紹介してないので、朝日つけてしまいますね。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、パパパパーン、パパパパーン。え、めっちゃいいやん。どうですか。はい、服に合ってる今日。嘘、かわいい、かわいい、むっちゃかわいいわ。かわいい、嬉しい。わ、いいな。あ、ほら、どうですか、めっちゃかわいい。ちょっとカメラつけていい。カメラ消すことやないか。うわ、よかったよかったわ。ということで、ドッキリ。いや、ほんま、大成功。ほんま、お前ら大成功。やりよった。ドッキリ大成功。やりよったな。やりました、やりました。なに、君ら YouTuber の。 YouTube 大好き。 YouTuber や。毎日見てるんで、めちゃめちゃ見てる YouTube。 あ、隠しカメラ系の YouTube めっちゃ見てる。隠しカメラ、え、かなこが、そうそう、仕込んでくれた。よかったわ、よかった、よかった。ごめんなさい、ほっとした、ほっとした。ほんま悪いで、ごめんなさい、悪い女おるぞここに。ほんまに、いやね、本当にね、ドッキリ、まあ、どうせバラすからなんかめっちゃ行ったろってか思ったけど、でもなんか途中で心が痛くなったの。ええと、割とマジで、うん、もう演技派。いや、割と怖かった。ほんまに。いやでもだってさ、ガチすぎて、プロジェクトでこんなキレられるってありえへんやんか。むっちゃ俺のこと嫌いやんと。なるほどね、はい、よかった、つけてくれて。トーマさんから案件いただきましたんで、よかったらみんな下リンク貼ってるんで、よかったら見てくださーい。以上です。ほんま、なんかふわふわしてるわ。初ドッキリやられたわ。覚えとけよ、次。次覚えとけ。こんなもんじゃ終われへんからな。覚えとけよ、お前ら。怖いなぁ。バイバーイ。ちょっとあの、ここもアップで楽しませますね。はい、おっぱい取ってるんちゃいますからね。おっぱいです。おっぱいの。これはおっぱいです。